おーす、皆さん兄弟、長男クイトと次男カナシと長女のくるみです。イエイ、今日は夏休み企画第2弾ね、休みならではのね企画を今回はやっていきたいと思います、うん、ということで本日の企画、誰が一番長く起きれるのか。今回は夜更かししていきたいと思います。ただいまの時刻11時ね。じゃあ今開始11時ということで、まあ別に終わりとかそんな時間制限ないんですけど、誰が一番最後まで起きてられるのかっていうのをね、対決していきたいと思います。はい、これは本当に運なんでね、まあ本当にもしかしたら朝まで起きる人は朝まで練習するかもしれないからね。バカ最近になるかもしれない。夜遅いから静かめにミットなしでシャドウかカレースパで。あとストレッチもあり。練習だから筋トレとかもあり。筋トレとかもあり。腹筋とか静かにねやっていきたいと思います。誰が1位になるか予想しながらね、皆さんも一緒に準備してるやついるけどね、夜更かししていきましょう。それではやっていきまーしょう。まずは本日の一緒に戦ってくれる音も、紹介していただきます。じゃあまず飲み物から。ガンガンガルト、アクエリアス、ちょっと形の違うファンタ、水2、モンスター。飲み物はこんな感じで、あ、ポテチ、ポテチ、チョコチップ、はい、チャカちゃんね、これチョコチップ、あるほど。はい、ということでこの子たちと、今日は頑張って起きていきたいと思います。今何分？あれ？もう今20分じゃん。いや、準備でなんかいろいろ20分かかってましたということで、じゃ30分から始めていきましょうか、あのルーレット、ということで今回していきたいと思います。やばい、もう眠たい。いきまーす。近くでやって、近くでやって見えるように。全くわかんない。どっち？どっち？最初の時間どっち？自由。はい、自由時間。いやでも寝ちゃうのかこれ。なんかまあスマホいじったり、まあなんかトークしたり。寝るぞマジで本当にこれは。だらだらしたいと思います。30分かかるでしょ。30分からスタートします。まあ別に実質もうスタート。ケーキ漬けの一杯いきましょう。はい、乾杯。乾杯からスタート。自由時間だと思っちゃった今もう。乾杯からスタートするよ。ということでじゃあ掛け声、上野からお願いします。いややめる。カットでここ。なんか。じゃあ掛け声、上野からどうぞ。いやいや、引いて。そういうことじゃないの。この企画寝る可能性、やめろ、これお前それ一切ない、欲しくないから。スイピングアウェイ、おかまい、準備、おべ、押す、おっしゃー、押すかって、うめ、はい、スタート、スタート。あ、本当にこの30分で寝ちゃいそう。カルタとモンスター飲んだら少し復帰した、なんか気持ちかな。炎の作戦とか言ってきます。今回の作戦、俺はとりあえず口に物を入れときは寝ないかな。じゃあバカ太るってことやもう。今日一日で。いや、ゆっくり行く、これを。いや、それ結構速いスピードだ。それゆっくり行くの無理だよ、もうすでにすでに無理だよ、もうだって、空いてるもん。作戦は作つっていう。遊んで読む。読む、うん、読む、目疲れるよ、結構。読んでたら寝落ちするタイプだわ、それ。まあいいんじゃない、自分の作戦なら。俺の作戦は YouTuber、大体俺寝落ちしちゃうから。でも俺らの予想では一番最初に寝るのはカナダだと思うけど。なんてやん、一番疲れてるから。いつも寝るから。ヘッドカードつけとけば一生寝ないっすよ。あるよそれ、それ本当にあるわ。眠くなったらヘッドカードつけよう。誰、作戦言った、最後誰か、誰、お前だろ。作戦ない。うわ、自分から言っといて伝わらないわ。作戦ない、いや別に作戦ないなら作戦とか作戦言わない。なんか言ってたよ、 YouTube で YouTube 見たら、ね、寝落ちしちゃうからなーとか。作戦だそれ。いや作戦言わない方式。じゃあトランプ、作戦言わない方式。おもろじゃん、トランプ。言っちゃった。今日だって朝までね、あ、でも制限時間6時にするか、朝は。
いつも6時起きだから。朝いつも6時起きだから。そうです、10時に起きてます。何してるんですか。今編集してます。編集今は何もしてません。ちなみに何してんの。なんでその端っこで YouTube 見てんの。家のギリギリで。アルフォートいる。みんな食べるアルフォート。それそあのあ占領すんなし。それ占領すんなし。いいじゃん、島のも俺のも。はい、ということで30分経ちました。12時になりました。はい、ということでいただきます。12時のターンスタート。でもいいけどな、まだ。一度だけ開くんだ。いや別に練習してない。めっちゃうわーこいつ。練習来ちゃいました。ということですいません、12時から12時半までしっかり練習したいと思います。もう俺ら強くなっちゃうよ。誰も受けるんだ、それは。これだったぞ。やばい、30分投げる練習。はい、そして集合。集合。これやってたんだ。30分間。えぐい。暑い。投げ。投げ。ガチで投げ。長いし T シャツだったらもう暑いって脱いじゃいました。はい、ルール最初に言ってなかったんですけど、1時間経ったらその10分間しっかり電気して、消灯タイムやっていきます。これで寝るか寝ないかね。就寝タイム。そう、就寝タイム。消灯。電気消す。電気真っ暗にして。ポテチ食ったりしていい。ダメだ。クレーンだから。クレーンだから。一応スマホは OK するけど、まあ、寝落ちもするんで、そういうのも含めてスマホ OK にします。ということで今からだいたい40分ぐらいまで、まあ、寝る準備あるから45分ぐらいまで就寝タイムにしていきたいと思います。それでは第1次消灯タイム10分間。用意。スタート。まあ普通にタイマーは。そこなんか落とすんだよ。もういいで。
終了終了何終了何終了どうした寝てました寝てないよ僕はちょっと LINE してた目の前でやってくれないの俺そういう薄めでノリしてたのにえ薄めでおこの1秒で起きるっていうネタやってたのに5カウント目の前でやってくれてたじゃんえ目の前で5カウントやってくれてたじゃん狭すぎそこいやマジで見てたわよマジでこんなに入ってなんか疑惑の判定あったんですけどまあねルール上ねあの顔の前で5カウントっていうのがあるんで僕はその薄めでラスト5カウントの1秒で起きるよっていうネタをやろうとしたんですけどこの上田からたくんがルールを、理解していなかったため、今のは無効となりますもう実際寝てないからねルーレットスタートえ、ストップすんのこれいけーなかちゃんいけー、リカ子いいじゃん、それそんなに寝たいじゃん終わったわ、マジで練習まで終わったマジで、やばいマジで終わったじゃあ練習やりたいと思いますこいつダメだ、お前ら俺しか自由時間引いてねえじゃん立たなくてもいいっしょこの場でできるさトレーニングだねうんそうした方が僕はこやつで寝ながらやりたいと思いますこんな状態です。力を使わない。力を使わない。ここは力を使うところだよ。ギブ？ギブ？ちょっとの顔見せたいのにさ、見えない。ちょっと。また来ると同じ体勢。落ちた、落ちた、クレーン落ちた。終了。勝った。ありがとう、ありがとう。失神を受けてください。よし普通に練習が疲れたあ1時半だよ分かるだろもうどうするどうするやるしかねえやばいってカテゴリーすごいこれ前の昨日寝ないわ、これやばいよ、これ普通に10秒ぐらいできついんだめっちゃ短くなるんですよよし、さっきたここでは前蹴りの練習距離感をつかむ頭バカいねえ、それは約30分です。あ、そう。
20分からですね、練習して、まあ40分ぐらいまでね、練習したんですけど、もうそろそろ疲れが結果に来て、もうこんな風にダラダラって感じで、なんでね、ちょっとまあ1時間だったということで、また15分ぐらい電気消して、消灯時間にしたいと思います。もうそろそろずらしてくるべ。2時まで電気消して寝たいと思います。それではおやすみなさい。生きて帰るよ。使いますここ。やばお前、聞こえない。でもそうだ、2時になりました。こっからね、くじ引きを引いていきたいと思います。あれ、ちなみに寝そうになった人、寝そうになった人なし？いけんの？やらさせてください。お願いします。スタート。お願いします。そろそろ本当に練習、もう練習いいです。すげえ、来たよ。俺おいや、これが本気じゃ。自由、これがスタートじゃ。もう寝癖できそうね、こっちで。もうということで、25分自由時間ゲットしましたので、ここから自由時間に入っていきます。ただいまの時間2時30分になります。まだ全員起きてるということで、こっから3時まで、電気真っ暗にして消灯した時間にしたいと思います。それでは、おはようございます。